さあスタートいたしました。楠本翔斗選手は奈良県立山辺高等学校から日本大学のスポーツ科学部に進学いたしました4年生のライダー。対戦相手は明治大学の白石優也選手3年生ですが、今一つの障害の落下がありました。減点差は 39.5 点ありますので、このままフィニッシュラインを通過いたしますと準決勝に駒を進めます。準々決勝バーバイツ競技では麻布大学の提供馬金目に騎乗いたしまして 396.0 点の得点を獲得しております。この楠本選手は2017年の愛媛国体と2018年の福井国体少年のリレー競技2年連続で個人優勝しております。さあ現在一つの障害の落下減点4で最終のダブル障害に向かってまいりました。クリアいたしまして今フィニッシュです。走行タイムが76秒42、76秒42、一つの障害の落下がありました。減点が4となりまして、2種目のトータル得点が390